メヒルギはヒルギかメヒルギ族の常緑肝と長官体に生育するマングローブ樹種の一つ別名琉球古外かつて日本に産する本種にはコンデリアキャンドルドルースが当てられていた樹孔は成木で高さ15メートル程度となるが生育条件で大きく異なり日本では最大でも7の8メートル程度である幹は直立し 樹皮は脳積活色でささくれ、単人を多く含み染料として用いられる。なりは、幹の周囲に、呼吸根として、万根を持ち、干潟の出地に安定して株立ちする。葉は5センチメートルほどの長大円型で耐性し、角質、光沢がある。葉の先端は、鈍いかまたは丸い。花、裂けた花びらが見える柿は初夏。脇生の周産化状で、 細長い5枚の額と長さ 1cm 程度の糸状の5枚の花びらを持つ白色の花を10個程度つける。額は後ろに反り返る。花弁は2列し、列片の先端はさらに細く裂ける。花期の後、額を中心に直径数センチメートルの卵型の果実となる。種子は果実の内部で発芽、発根し、果実の先端から太い根が伸び出す。 この根は、長さ 30cm 程度の細長い緑色となり、やがて果実から、根とその先端の芽が抜け落ちる形で脱落する。このように果実内で成長してしまうので、体性種子と呼ばれる。体性種子の形状細長く、先端に向かってやや太くなり、その先で急に細くなるのが郊外に似ていることから、琉球郊外の別名がある。体性種子は、 樹上で発根し、親株の近くの泥地に根付くことが多いが、他のマングローブ植物と同様に海水に流され、海流散布によって分布を広げる。お昼着に対して、めひる着と呼ばれるのは、本種の体制種子が、お昼着よりも細く、女性的であることに由来する。染色体数は 2M イコール36。主に熱帯から亜熱帯の川口干潟に生育し、 マングローブの樹種の中では、最も高緯度に繁殖する種である。ヒルギカの中では、比較的耐炎性が弱く川の下流域などの、奇水域を好むが、栄養豊富な耐性種子による、定着率の高さから、公的地には、他の樹種より早く定着する、パイオニア植物である。定着の初期は、低木として成熟し、群落を形成した後に、樹高の高い個体が現れ、 密度を調整しながら、高木の群落を形成する。もともと、日本に産する、シュメヒルギには、オセアニアから、南アジアに広く分布するコンデリアキャンドルが、当てられていた。しかしながら、2003年に、シュエラにより、K キャンドルは、南シナ海を境に、北の集団と南の集団の2種に分かれることが、発表された。現在では、K キャンドルは、 南シナ海以南に分布する種を指し、日本を含む東、シナ海以北に分布する種メヒルギに対しては新たに、ケオブオバタが与えられている。これによりメヒルギ属は一属二種となっている。東、シナ海以北の中国南部から台湾、日本に分布する。日本国内では、沖縄県を呼び、鹿児島県に自然分布し、 静岡県の一部に植樹された群落が分布する。日本が分布の北限である。九州南部の薩摩半島から南西諸島にかけて自生するが、他のマングローブ植物と比較して高緯度で繁殖するため、沖縄諸島以北では優先種となる傾向が強い。また、定着の北限は静岡県南伊豆町の群落となる。沖縄本島、万古のマングローブ、 先島諸島から沖縄本島にかけて普通に見られ、単一の群落も作るが、しばしばお昼ぎや八重山昼ぎ等と混成する。入表島など八重山諸島では、河川木水域に群落を作るが、まとまった群落は作らず、単立ある一小規模な群落が多い。沖縄本島では、島南部の万湖の自生地にて大規模な群落を作る。奄美市、住王町。 薬島、栗尾、種子島、西の表市に大型の群落がある。奄美市の群落では、お昼着と混成するが、種子島、薬島の群落では、お昼着が自生しておらず、単一の群落を構成する。西の表市の群落は、天然の自生地としては北限であり、同時に、世界の天然のマングローブ分布の北限でもある。徳之島には、過去に分布記録があるが、 現在では確認できない。キーレの琉球郊外産地鹿児島県の薩摩半島の群生地であるキーレの琉球郊外産地は昭和27年に国の特別天然記念物に指定されている。本群生地及び大浦町の小軍落が本種が自生する北原であり、かつ世界的なマングローブ自生地の北原でもある。しかし本群生は天然ではなく、 1609年に琉球より移植したという記録があり、天然の群落海中が議論の対象となっている。本群落が移植によるものであった場合は、天然の北限は種ヶ島、西の表種となるが、本群聖地における本種は100年以上定着して、マングローブを形成しており、定着したマングローブの北限として、貴重な存在である。 南伊豆町の目ひるぎ植栽地1958年に、静岡県柑橘市県場、田中雄一郎、静岡県有養植物園、竹下安浦が、気象、水温、水位及び、地形、気水の状況を調査し、最適地として、南伊豆町、青、野川川口付近を選択、奄美大島から移入した養病を移植したところ、定着した群生地である。 あとに、本群生地で発生した大生種子が自然定着し、自然繁殖が確認された。あとに、西表島からの移植も行われ、1999年時点では、群生地の面積は4000平方メートル、3000本を超える個体が確認されている。青野川の護岸工事のため伐採される予定であったが、各方面からの探岩により一部の群生地が、 残されることとなった。加工の保護区域への再移植も行われたが、移植ストレス等のため活着率は低く、多くの個体が故死した。定着した個体は再度繁殖を行っていることが確認されているが、人の介在が必要な状態である。2008年現在でハマボウと混浴状態で、群落は維持されている。樹皮は単人を多く含み、 染料として利用される。奄美群島の大島紬には、染料として本種が使用されていた。また、木炭の原料とする。植物体中の各種イオン動体から見た、マングローブ3種の体塩性の比較。琉球大学農学部学術報告ボリューム44ピアニッシモ。91から105マングローブの分布と植生に関する研究。アネッタイ総合研究所。 平成12年度報告書へ、h y l u e w h アングコンデリアオブオバタエーニュ a new species from Eastern. Asia. t a ANU MANGLOVE SPECES f アジア、タクソン、52、287から294、マングローブ生態系、モニタリング手法策定に関する研究報告書、アーカイブド2007年10月25日、アットザウェーバックマシン環境庁自然保護局入り表。 国立公園管理事務所マングローブの分布と、植生に関する研究アネッタイ総合研究所、平成13年度報告キーレの琉球公害、産地アーカイブド2009年3月31日。アット・ザ・ウェイバック・マシーン、農林水産技術情報協会日本の特別天然記念物マングローブ林の、林文解析、琉球大学農学部学術報告ボリューム26。 ピアニッシモ、413から519。マングローブの古い標本が語るもの。日本熱帯生態学会ニにレターナンバー66。青野川水系化線整備計画アーカイブド2007年1月6日。アットザウェイバックマシン。静岡県建設部南伊豆町港の河口に生育する。メヒルギの特性アーカイブド2016年3月4日。アットザウェイバックマシン。 静岡県農業試験場研究報告第49号。ありがとうございます。